愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。このね、冒頭の声を聞いて、あれちょっといつもと違うなって思った方は相当のダラダラジオ2だと思いますなんでかっていうとですね、これ今ダラダラジオテイク6です。はい、5回 NG になって消しています。なんでかっていうと、ここ最近ね、生放送でも話してるんですが、喉の調子が今調子が悪くてですね、途中で咳込んでしまって NG になってる状況が続いております。でもうさすがに多分今テイク5がダメだった時に、多分これ以上喋っても治らないなと思って、今ちょっと声の出し方を若干変えてるんですね。喉にダメージがあんまいかないような出し方をしているので、ちょっと違うかもしれません。で、できる限りね、咳込まないように気をつけるんですが、おそらくこれをもう投稿してると思います。なんで聞き苦しいところがあったらごめんなさいなんですが、よかったら最後までお付き合いください。で、今週もね、 Google フォームにいただいたやつをまず答えていきます。ラジオネームマイペンライさんからいただきました、ありがとうございます。で、都道府県をね、いつも書いていただくんですが、なんとタイのバンコクから、ね、海外の方からいただきました。中3の受験生です。海外にお住まいで帰国制入試、つまりあれね、日本に帰ってきて高校入試を受けるっていう、そういう枠のね、入試があるんですけど、それが約3ヶ月後にありますと。ただタイのね、コロナの状況が非常に悪くて、今中3になってから1回も学校に行けてません。で、それでやっぱり外出できるところもないので、なかなかモチベーションを保ちにくかったりとか、やっぱしんどいことが多いですよね。だから日本に住んでる同級生が普通に学校に通ってていいなって思ってしまいますと。やる気が出る言葉やなんかアドバイスをいただけると嬉しいですということです。まずね、ありがとうございます。まあ、実際にね、俺が学生の時にコロナのみたいな今の苦しみを味わっていないので、マイペンライさんだけじゃないですけど、今聞いてくれてる学生のみんなの苦しみとか悲しみとか痛みっていうのが全部わかるわけではないから、もしかしたら的外れなことにな、ね、言ってしまうかもしれないんですけど、自分もね、このコロナ約もう2年なっていて、2年目かなっててさ、その仕事の中で、例えば半年後にすごい楽しみな仕事が決まりました、それに向けていっぱい準備したりとか勉強したりとかしてたんだけども、コロナのせいで延期じゃなくてなくなってしまうっていうのってか結構あったんですね、やっぱり。まあ、それは仕方ないと思います、コロナだから。だけどやっぱりこうウキウキしたりとか楽しみにしてたことがなくなるってすごく辛くて、虚無感というか虚しさっていうかね、あの頑張って準備した時間は何だったんだろうみたいなって思っちゃうこともあったりとかしてさ、なかなか自分の中で仕事する上でもモチベーションをこう保っていくっていうのが苦労したなっていうのがやっぱ振り返って思うとこなんです。で、みんなにそれが当てはめ、ね、無理やりに当てはめるわけではないんだけれども、自分がその中でどう感じてここまでやってきたかっていうとさ、俺はこれコロナだけじゃないんだけど、痛みとか苦しみとかっていうのを知っている人ほどやっぱり他人に優しくなれるというか、踏ん張れる人だと自分は思っていて、例えばさ、今このマイペンライさんだけじゃないけど、辛いじゃん、みんな学生のみんなもすごく辛いと思うんだよね。当たり前が当たり前じゃなくなってしまったから。でもその中で、じゃあ1年後2年後コロナが収まりました、この2年前のことを振り返って、あの時マジだるかったよねって振り返るのか、あの時辛かったけどさ、でもこういうこと考えて踏ん張ったよね、まあそれもいい思い出かなぐらいに過去を笑えるかっていう違いは大きくて、まあどちらがいい悪いじゃないかもしれないけど、俺は後者になりたいの。2年後とか仕事が飛んじゃってへこんでた自分を笑って振り返りたい、そういった自分になりたいの俺は。その方がかっこいいと思ってるからね。そう、だからそうなるためにはどうすればいいかなって、その心の落としどころというか気持ちの持っていき方っていうのを常に向き合いながらやってきました。だから、まあ人生うまくいかないことはすごく多くて、思い通りいかないこともたくさんあるからね。だからなかなかさ、まあ、今回コロナのこともそうだけど、学校に行きたいのに行けないとかさ、マイペンライさんだったらあると思います。ただその中で頑張って踏ん張ってるわけじゃん今も、それを後々振り返った時にこういうことを考えながら頑張ったなとか、もしかしたら同じね境遇にある方同士でこういう話をしながら乗り切ったよね、もしかしたらさ
このダラダラジオになんか読んでもらったんだよねそういえばみたいなのも嬉しいけど、個人的にはそうやって笑うことができる、これは俺100人いたら100人がその可能性は持ってると思ってる、全員がなれるとは思ってないけどね。そうだからそういった、過去、辛かった過去をプラスのエネルギーに変えることはやっぱりできると思っているので、そうなってる自分を想像して頑張ってほしいなって思ってます。俺はそうやってやってきてる今も。そうただ無理はしてほしくないけどね、しんどいことはしんどいって吐き出せるとこがあったらいっぱい吐き出してほしいんだけれども、ただ自分はね全部理解できているわけではないので、やっぱり的外れになってしまうかもしれないし、いやその言葉だけはないよってなるかもしれないんだけど、マイペーランスさんのこと、そしてまあ他のね学生のみんなのことを応援する気持ちっていうのは 120% 純度なもので思ってます。はい、こうやって画面越しというか、関係ではあるけれども心から応援してるし、もしね願わくば2年後とかにこの時のことっていうのをマイペーライさんが一緒に振り返れたらいいよね、なんかの時に、そのあの時送ったんですよ、ああの時のみたいなになれたら俺は嬉しく思います。ちょっと励ませたかどうかわからないんですけれども、ただただ応援してるやつがここに一人いるっていうことだけは伝わっていたら嬉しいです。はい、ということでありがとうございました。で今日はね、ダラダラジオのタイトルがハイチの日になっております。たまたま8月1日が日曜日でございまして、今日ねユーザーの方が結構前からね81なんでハイチの日ですねって言ってくれて、勝手に命名しているんですけどもそしたらツイッターでねたくさんの方がハッシュタグハイチの日をつけてくれて投稿してくれて、午前中にね子供の習い事があったんで送迎しててさ、待ってたんですよ、子供が習い事してる間に。それを読んでたんですけど、待合室みたいなところでねちょっとうるっとくるっていう、改めて支えられてんなって思います。なんか結構あみんなどう思うんだろう分かんないけど、こうたくさんリップ来てるからさ、ね、たくさん来てる中の一件じゃんとかって思わせちゃってるのかな分かんないけど、でもやっぱさ100通リプが来ても全てが特別なのよね。そうだからもう一個一個に本当にエネルギーをもらうというか元気をもらうんだよっていうのを改めて伝えたいっていうところと、本当にありがとうございます、本当に支えられている、っていうのを伝えたかった、はい、本当ありがとうね。でですね、今日はなんでこのタイトルにしたかっていうと、少し昔話を踏まえつつ、才能、自分に劣等感を感じている人間がどうやってここにやってきたかっていう話をちょっとしたいなと思っています。長くなってしまうかもしれないんですけど、サクッと頑張って喋りますね。皆さんは自分に何かこう突筆した才能があるってなんか一つでも思いつくものはありますか？これはある方ももちろんいると思うんですけど、多分突筆したという言い方をわざと今したので、そうなるとなかなか出てこないかなと思います。そう、平均よりはできることはって聞いたら多分ねそれなりに出てくる方もいると思うんですけど、突筆っていうのは難しいですよね。なかなかそこまでさこれとは言えなくて、で俺はですねものすごく自分の能力とか、才能は能力だな、どっちかというとに劣等感を感じながら生きてきてるタイプです。これは多分中学の時の、いじめというかね、いろんな方にこう嫌われてた時期が長かったもんで、なかなか自分に自信を持つことが得意ではありません。そうで、それが努力でひっくり返せればいいと思うんですけど、なかなかそれでもひっくり返らなくて、今自分が他の人より優れてるものはって言われたら、頑張って絞り出して普通の人よりちょっと授業がうまい、教えるのがうまいっていうぐらいですかね。あとはホワイトボードの板書が綺麗ぐらいなそんなところをひねり出せるぐらいでございまして、で正直この活動1年目からずっとずっと劣等感を感じています。これは応援している方に失礼になると思います、きっと。なんかだってやっぱりさ、応援してる人がなんかそういうのって嫌じゃない？そう、でもちょっとそれをご理解していただいた上で、この日だからちょっと振り返って話したいっていうところがあって、で、自分はそう感じておりました。で、これは例えば今登録者が150万人超えた今でも変わらないです。変わらないというか、より強くなっていますね。今は教育だけじゃないですけど、やっぱ YouTuber ってすごい才能にあふれた方がすごく、多いですし、隣の芝は青く見えるっていう状態もあるとは思うんだけれども、やっぱりすごい自分から見ても魅力的な方がたくさんいらっしゃるんですよね。そのことどうしても比べてしまうっていうところはあるので、比べてしまうと自分ってなんもねえなっていうのは
まあ、常々感じていて、だから、まあ、再生数がそんなにボーンっていってないから、そこでまだ多分、なんだろう、自分の中で気持ちがフラットに保ててる部分はあるかもしれないんだけれども、登録者で言うとさ、やっぱりなんか150万って言うと、ウォーって言われるわけよ、特に取材とか受けた時に。でもそこにおーって言われるのに見合う自分の能力が把握できていないから、違和感がある、ズレが起こるの自分の中で、いやいやそんなそんなみたいになってしまって。そう、でもさ、その劣等感を抱えながら、でも劣等感に心が侵食されるとさ、多分前に進むことができなくなってしまうでしょ。自分なんてどうせこんなんだから無理だよ、何やってもってなっちゃうじゃん。でも奮い立たせなきゃいけない自分を。そう、だからその中で自分がね、まあ、ここまで150万っていく、まあ、100万人ぐらいかまで行くまでには、それでもなんだろうな、さっき言った自分の授業が他の方より教えるのがちょっと上手かったりとか、そういったものだけをこうピックアップしてすごいこう続けてきた。そこだけ戦える頑張れる頑張れるって、だって YouTube の中で学生のことを一番思ってるのは俺だって思ってやってたから。そう、今それも変わってないんだけど、まあ、そういった思いだけで踏ん張ってやってきたと。でも今は多分年齢がちょっといったのもあって、それだけじゃダメだよなみたいなのを思っていて、どうしようって、自分何が勝てんだろうっていうのをずっと思ってたの。でも勝てるとこって見つからなくて、そうで、今年かな、思って最近至ったことの答えとしては、勝つっていうことをやめようっていう、負けてもよくねっていうで思ったのよ。才能豊かな人だけが輝いてる世界じゃないでしょって。人の魅力っていうのは才能だけでは測れない、と思ったの。それはいろんなテレビに映ってる方、 YouTube に映ってる方、あとはまあいろんなね、プライベートで接する方とかもそうなんだけど、人間力というか魅力というか、そういったものって何か違うとこであるよなって思っていて、だからなんかそういったところを大事にしなきゃなって、数字で勝たなきゃとか、能力で勝たなきゃ、才能で勝たなきゃっていうふうにずっと思っていたんだけれども、なんかそこから一回降りようと思ったのが2021年。そうだから2021年の目標にかっこ悪いを見せていくっていうのが俺あるんですよ、あの元旦に発表したやつね。あれはそういった意味がちょっと含まれてる。そう、自分の中で人間、自分の配置っていう人間をもっと大事にしようぜっていう。でそれで、これは今まで仕事してきた中でもずっと変わらないことなんだけど、あの取材をしてもらったりとか、そのテレビに出させてもらったりとかする中で、これはね決まってることがあって、自分がいいパフォーマンスができるかわからない、テレビとか特にそうだね、自分は面白いことも言えないからさ、だけどもう一回仕事したいなこの人とって思える仕事はしようって思ってる。それはずっと変わらないの。だから取材をしてもらった方の中で結構2回目3回目取材してくれる方って いるのね、自分は多くてすごく嬉しい。で、あと取材終わったなあととか、テレビの仕事が終わった中でなんか喜んでくださるというか、それが、まあ、社交辞令もあるかもしれない、でもそのお話していく中で自分の心の感性がこの人本心で言ってくれてるなって思う場面はやっぱり多くて、じゃあどうやったら相手がもう一回ハイチと仕事したいって思うかな、どういう姿、どういうハイチだったらそうなるかな、そこだけはすごく大事にしてきたのよ。そう多分その、あ、そういう姿勢でやってきたからなんだねっていうのが多分今月ちょっと発表できると思う、なので多分そういったとこしかない。なんかそんなんて当たり前じゃん、正直でしょ。だって仕事する上で言ったら無礼なことはしないから。だけど当たり前なんだけど、当たり前のことをちゃんとやれるのって結構大変なのよ。自分の授業動画なんて正直言ったら学校先生誰でも撮れるよ、あの授業の質だったら撮れると思っている。多分自分の授業を見て、うわこんな授業無理だよって思う先生は多分そんな多くない。じゃあ例を出して悪いけど、じゃああの呼び乗りのね、たくみくんの授業をやれって言われたらちょっと無理ですってなる方多いと思う。もうそれはレベルが高すぎる。そうからね。だけど自分の授業だったら、いやこのぐらいのクオリティならとかね、いや思ってもらえると思うんだよね。そうでもみんなができることなんだけど、それを続けていくこともやっぱなかなか難しい。そうだから自分の中でやっぱすごい、自分を頑張って褒めるんだったら、多分9年間続けてきたことはやっぱりすごいことなのかなと思っている、そこの部分に関してはね。だからちょっとね、話の着地点がなかなか難しくなってきたんだけど、自分が例えばみんながさ、今自分に才能が全然感じなかったりとか、周りと比べてね劣等感ばっかりを覚えてしまっている方がいるんであれば、まず
なりたい自分っていうのを明確にするといいです。でそこを能力とかっていう部分が一回降りてもいいと思う。例えばみんなだったら学力が一番分かりやすくなっちゃうじゃん、偏差値とか。そこも大事よ、大事だけど、そこで測れない数値化できない部分の何か大事なもの、だからこの人みたいになりたいっていうのがあったら一番いいと思うんだよね。でもしじゃあこの人みたいになりたいなって思ったとするじゃん、それが芸能人の方でも YouTuber でも近いと身近な方でもいい。じゃあその人、例えばじゃあどうしたかな、じゃあ知り合いのさ、じゃあいとこのお姉ちゃんがすごい素敵で、いとこのお姉ちゃんみたいになりたいって思ったとするでしょ。そしたらそのいとこのお姉ちゃんの何が魅力なのかっていうのを言語化してごらん。あの箇条書きで出してみるの。自分のいいところって難しいけど、憧れの好きな人だったら出せるから、何が素敵なのか。じゃあきっとそこの文字にできたところっていうのが自分にとっての魅力ポイントなんだよね。じゃあそこに近づけるもの、全部じゃなくていいんだから、でも近づけれるものないかなって考えてごらん。多分それが自分の中で今やってる、仕事してくれた人、仕事一緒ね、ご一緒できた方にもう一回この人と仕事したいなって思ってほしい。それはその仕事、一回の仕事がすごく楽しかったって思ってほしいの。この人と仕事をして何か学べたなって、いい影響を受けたなって思ってほしい。いやもっと言うと、ハイチって人間と出会えてよかったなって思ってほしいよ俺。そう、そういう風に思ってくれる人が一人でも多くなってほしいなって思いながら生きてる、きっと。うん、多分中学の時にこうみんなに嫌われてるっていう時間はあったから、でも人に好かれたいというか、自分と出会ってよかったなって思ってほしかったんよね。それが多分実感できなかったから。でもそれをさ、 YouTube やってる中で、例えば今日のハイチの日のね、ハッシュタグつけてくれた子もそうだけど、きっと少なからずハイチと出会ってよかったって思ってくれてる方がいらっしゃるじゃんか。それに救われてる俺は。でも多分そこがすごい欲しかったとこなんだよね、ずっとずっと。でも多分今でも欲しい。でそれが YouTube を通してるみんなもそうだし、こうやってお仕事として、仕事の、として出会った方にもやっぱり思ってほしい。そういった思わせられる人間でいたいなって、何歳になっても、それが40代50代になっても、おじいちゃんになっても、あ、このおじいちゃんなんかいいなって、なんかうまく言語ができないけどいいな、なんてそんな風な人になりたいなって思いながらやってますっていうお話でしたすみません、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。いやー、8月ですね。明日は月曜日なんで、またあれ撮ります、顔出しでね、アドバイスか何かの動画撮りますので、まあ、ぜひそちらを見てほしいんですが、8月も自習室、合計夏休み30回目指して頑張っていきますので、よろしかったらこちらの方もぜひ使ってみてください。ではちょっと長くなってしまったんですが、今週もお付き合いいただきありがとうございました。来週はね、喉がいい調子で投稿できるように頑張りますので、よかったら来週もぜひ聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。そして明日から1週間またね、頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。